猫だ。あー、猫は撃てないからな。あれでも猫もなんか狙ってるな。なんかいるのかじゃん。カモがいるかもしれない。猫と一緒に狩りだな。首はないね。放し飼いの猫かな。どうすかな。すんごい山ぶどうになってる、ここ。河川敷なんですけどね。あれ、取りたいな、これ。すごい量。まあ、後で取りましょう。これ見たことあるな。これなんだっか。なんだっけ。すごくカラフルなんだよね。一回噛んだことあるけど、なんか、食べられないだろうと思ったやつだった気がするけど。これ柔らかいな。熟すと青い。ダメだな。一瞬芋っぽい味もしなくもなかったけど、どちらかというと果実に近いか。あ、ヒヨドリいるかも、すぐそこに。向こうにエースがあるな。エース、エイソーっていうのかな。ヒヨドリのね、めっちゃ鳴いてる。空気銃で撮りました。ヒヨドリのまだ若いやつですね。まだ生きてますね。まあ、羽に当たったんで。羽、いやでも羽を貫通してでも内臓にもいってるな、若干。と思いますが。いただきましょう。まあ、解体しましょう、まずは。羽を取ってね。一旦これ羽とか全部ここに袋に入れました。別の場所で、しっかり処理しましょう。まあ、家持ち帰って、処理もできますけど。こんな感じなんだ。これ今、実はまだ内臓出してないので、本来はすぐ内臓出さなきゃいけないんですけど、とりあえずはターキーのような状態になりました。うん。これちょっと内臓出しますか。肛門からね、出す方法もあるんですが、引っかき棒みたいなもんでね、まあそれは腸を出すものです。腸抜きをするか。ただその針金とか持ってきてないからね。どうすかな。木の棒、枝でも出せるっちゃ出せるんで、ちょっとやってみますか。気持ち悪い。大腸か小腸どっちかだと思うんですけど、ちょっとなんか太いのを引いたな。もっと細い気がするけど。まあ、これあと指でゆっくり抜いていきます。ちょっと気持ち悪い、動画かもしれないけど。こんな感じで。こんな短いもんなんだね。まあ、でもそっか。体がちっちゃいもんな。美味しそうだな。なんかすごい赤肉。筋肉質なんだね。この腸は埋めましょう。土の養分になる。まあ、さっき、微妙に出た首とか、残滓口の下に埋めてます。別の場所に埋めましょう、この腸も。若干セリがあるな。ちょっと、まだ小さい綺麗なやつだけもらっていこうかな。なんぼか。肉の、鶏肉の付け合わせにいいでしょう。結構綺麗な杉竹もどきがあったんで。しかし、やっぱりヒヨドリっていうのは狙いやすい狩猟鳥獣ですね。まあ、いっぱいいるっていうのもあるけど、コロニーでね。スズメよりも大きいからね、スプもあるし、ただ初めてだね、銃で、自分の銃で、てか空気銃でね、鳥類を取ったのは、まあ、人生で初の狩猟が、ヒヨドリ。ということですね。ちなみに羽の上の部分当たってました。で、致命傷では全然なかった。飛べないから、この川辺に落ちてチタバタしたところをまあ捕まえて、とどめを刺したという感じです。まあ、ちょっと上田入ってきてよかったです。この辺水辺だから上田あった方が便利だろうと思ったんで。普段釣りしますんでね。でも思ったより狙った距離が近かったので、確か僕の銃は
初めてか、この空気中30メーターでゼロインで合わせてあったはずなんで、うん、あの多分10何メーター、10メーターちょっと、12、3メーターぐらいの打ち上げですね。少し斜め上に向かって打ちましたけど、やっぱ羽の上の部分に当たってました。僕狙ったのは一応首だったんですけど、やや右にずれたことになりますね、多分。うん、もうちょっと左だったんだね、狙いがね。左っていうか多分癖でしょうね、引き金引いた時にやや右にぶれることが確かにあるんで。さて、あ、今日取ってきたのはヒヨドリ、ヌメリスギタケモドキセリですね。まあ、この3つの具材がありますんで、せっかくなら美味しい料理にしたいと思います。美味しい料理、美味しく調理したいと思います。まあ、これはバターかな、バター炒め、癖がないのでバターで炒めると非常に濃厚でご飯にも合います。セリは一回水で洗った方がいいですね。洗って、まあ、お肉の、ヒヨドリの付け合わせ的なものにしたいと思います。で、これですね。これは、まず、内臓、ハツ、心臓かな、心臓、レバー、あと砂肝が取れるので、それをまず取りましょうか。これが心臓ですよね、多分。多分っていうか心臓以外ないか。これは、これがレバー、肺だな、二つあるから。これは これ砂肝っぽいけど、よくわかんねえな。とりあえず切り離していきますか。これ心臓なの間違いないですね。これは、胸の、まあ、肋骨繋いでる部分です。これはまあ内臓ではないですけど。これ心臓。これが砂肝かな？多分。背中が、後ろの方についてたんですけど。で、これ肺ですね。はい。で、これがレバーです。で、レバーとこれ何っていうのがわかんなくて。この辺の部分がちょっとよくわかんないけど、まあ、レバーがついてるのと、これは砂肝でいいと思います。で、砂出しをしないといけないんで割りますけども。ここになんかちょこってなんかついてんだよね。ちょろんって。透明な。多分これなんか胆のうだったかなんだったか、胆汁が入ってる場所かな。レバーかな、肺でしょ。これはちょっとよくわかんないけど、背中の部分についてた。これなんか俺でも鶏さばいた時にもなんかここの部分取った記憶あるんだけど、確か名前がわからんけど食べれる場所だったか、ちょっと、まあいいや。これ心臓で、これが砂肝で、これが謎っていうか多分、なんだろうね。胆のうとかなのかな、これ。まあ、この部分は多分食べる部分ではないと思うんで捨てますけど。まあ、主な部分は取れましたね。まず砂肝割りましょうか。砂肝っていうかあれか。要するに、まあ、砂も入ってるんだけど、胃だな。で、この中身を出して洗いましょう。あと、だから内側の皮っていうのかな。それもちょっと、剥いた方がいいみたいです。この砂肝ってのは要するに砂も入って、食べたものも入るから、内側の内皮っていうのかな、これが硬いんですね。で、これ手で簡単に剥けますね。面白い。なんか栗の薄皮剥いてるみたいな感じです。まあ、200度で予熱したオーブンに入れてます。完成しました。これは、ぬめりすぎたきもどきのバター焼きですね。まあ、山ぶどうを添えて。これはプランター、庭のプランターで育てている、ベランダのプランターで育てているトマトとバジルですね。これがセリ。これは一度湯通ししました。で、まあメインの、丸焼きですね。香草焼きですね、一応。塩胡椒してます。ヒヨドリ。で、こちらが、内臓関係なんですが、小さかったためか、焼きが入りすぎてですね、縮小して、なんだかわかりませんが、これは心臓と砂肝ですね。カリカリになってますが。
これが、ほんと、レバーでしょ？その次が、なんだっけ、肺だ。フワっていうのかな？フワ。肺が二つに最後、背中の後ろの方にあって、なんかよくわからない、内臓だと思うけど、です。まあ、多分大丈夫だと思います。食べれると思います。あと、マスタードソースを作って、添えてます。じゃあ、いただきますか。まあ、間違いなく美味しいでしょう。